平野翔が語る夢と挑戦。ナンバーアンダーライン愛の世界進出への道。フライングパフォーマンスの舞台裏。東京ドームでの挑戦と技術的な奇跡。アンにとって夢を叶えることは、アーティストとして当然の使命です。特に、大規模な会場でのフライングパフォーマンスは、建物の構造上困難とされてきましたが、それでもなお挑戦する姿勢は賞賛に値します。例えば、 東京ドームのような会場でのフライングは、多くの技術的な制約がありますが、ファンの期待に応えるために挑戦し続けるアーティストの姿勢は、多くの人々に感動を与えます。これは、シルク・ド・ソレイユと比較されることがあっても、それは彼らのパフォーマンスが高く評価されている証拠であり、決して悪いことではありません。ワイヤーアクションは、旧ジャニーズのお箱であり、その商標権の問題もあるかもしれませんが、 現在では同じ手法を使っても全く異なる体験を提供することができます。例えば、現在の社長である滝沢秀明さんは、ナンバーアンダーライン愛時代から彼らを支えてきた演出家としての実績があり、ファンサービスに対する理解も深いです。彼の支えがあってこそ、平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人のパフォーマンスが輝いているのだと思います。彼らのパフォーマンスは、 特に近畿キ,キッズ世代の自分から見ても驚異的です。彼らが事務所を出たのは、単にアイドルで終わりたくない、夢を叶えたいという強い意志があったからです。彼らの意思を尊重し、その夢を追い続ける姿勢を支えるのが事務所の役割だと思います。そして、その意思を実現するために新たなステージに挑戦することは、彼らの成長と進化の証です。長年ジャニーズファンとして、 時にはダンスや歌を軽視するようなバラエティーアイドルの台頭に失望した時期もありましたが、平野さんたちや滝沢さんがジャニーズのエンターテインメントを愛し、受け継ごうとする姿勢に感銘を受けました。彼らこそが本家であり、その努力と情熱が評価されるべきだと思います。ジャニー喜多川さんが築き上げたエンターテインメントの価値を否定するのではなく、それを進化させて新たな形で見せることが重要です。今、 日本では旧事務所の信者が多く、何があっても対処した人々が悪とされる風潮があります。しかし、事務所を辞めてもなお同じ業界で活躍する彼らを否定するのではなく、その努力と成果を認めるべきだと思います。彼らが同じ演出を使うのは、過去の経験を生かしつつ、新しい視点で再解釈するためです。例えば、ナンバーアンダーライン愛の3人が見せるパフォーマンスは、驚異的なものであり、 その人気気気とと立場をゼロから築き上げる勇気と男気は尊敬に値します。彼らが笑顔を絶やさず、弱音を吐かずに前進する姿に、多くのファンが感動し、応援しています。3人を批判する声は、彼らの成功に対する嫉妬や恐れから来るものであり、それは無知や偏見に基づくものです。6人で活動した過去があるからこそ、別々の道を歩んでも、全員を応援することが大切です。 何も知らない無知な記事が出回ることは怖いですが、ファンとしての信念を持ち、彼らの努力を支持し続けることが重要です。ナンバーアンダーライン愛の3人と滝沢さんは、旧事務所のエンターテインメントを世界に持っていきたいという強い意志を持っています。平野さんもデビュー当初から一貫してそのような目標を掲げており、それが旧事務所でかなわなかったからこそ、現在の戸部で活躍しています。 彼らのフライングパフォーマンスを世界の人々に見てもらいたいし、その努力と情熱が評価されることを願っています。批判的なコメントは多くの場合、アンチからのものであり、真のファンの声ではありません。彼らの挑戦を見守り、応援することが、ファンにとっての喜びであり、彼らの成功への道を開くものです。私は彼らのファンではないですが、やりたいことを披露し、そのために努力する姿勢を評価します。 また、トラビス・ジャパンを比較対象に出すことは避けるべきです。どちらも必死に頑張っているグループであり、ファンとしてはそれぞれの努力を認め、応援することが大切です。ナンバーアンダーラインアイや平野さんの記事を目にすることが多くなり、人気の裏には多くのアンチが存在することも事実です。しかし、彼らのメンタルが心配ですが、その強さと努力に感動しています。私はかつて K-POP のファンでしたが、 徐々にその熱が冷め、3年ぶりに好きになったのがナンバーアンダーライン愛でした。楽曲やパフォーマンス、人柄、トークの面白さなど、すべてが魅力的です。今までの経験をすべて手放して新たな道を選ぶことは、一般人でもなかなかできることではありません。彼らの勇気と決断を尊重し、その挑戦を応援することが、ファンとしての役割です。彼らの演出は過去の経験を生かしつつ、 新しい視点でで再解釈されれたもののあり、それが多くのファンに喜ばれています。ファンが盛り上がり、喜んでくれたなら、それは大成功だと思います。批判的な意見は大抵アンチからのものであり、真のファンの声ではありません。彼らの挑戦を見守り、応援することが、彼らの成功への道を開くものです。自分は彼らのファンではありませんが、やりたいことを見せるために努力する姿勢を評価します。 彼らの努力と才能を評価し、応援することが、ファンとしての正しい姿勢です。これからも彼らの活躍を楽しみにし、その努力を支えることが大切です。ナンバーアンダーライン愛の成功を願い、その挑戦に対して最大限のサポートを続けたいと思います。日本のフェスや世界への挑戦に向けて、彼らの背中を押しながら楽しむことが、ファンにとっての喜びです。彼らの挑戦は、 単にアイドルとしての枠を超えたものです。彼らが追求しているのは、自分たちの夢を実現し、新しいステージで輝くことです。そのために、過去の経験や技術を生かしつつ、新しいアプローチを模索しています。例えば、フライングのパフォーマンスもその一環です。これはただの演出ではなく、彼らの想像力と努力の結晶です。ファンにとって夢を叶えることは、 アーティストとして当然の使命です。特に、大規模な会場でのフライングパフォーマンスは、建物の構造上困難とされてきましたが、それでもなお挑戦する姿勢は称賛に値します。例えば、東京ドームのような会場でのフライングは、多くの技術的な制約がありますが、ファンの期待に応えるために挑戦し続けるアーティストの姿勢は、多くの人々に感動を与えます。これは、 シルク・ド・ソレイユと比較されることがあっても、それは彼らのパフォーマンスが高く評価されている証拠であり、決して悪いことではありません。Continue.ChatGPT.Wire アクションは旧ジャニーズのお箱であり、その商標権の問題もあるかもしれませんが、現在では同じ手法を使っても全く異なる体験を提供することができます。例えば、現在の社長である滝沢秀明さんは、 キング・プリンス時代から彼らを支えてきた演出家としての実績があり、ファンサービスに対する理解も深いです。彼の支えがあってこそ、平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人のパフォーマンスが輝いているのだと思います。彼らのパフォーマンスは、特に近畿キ,キッズ世代の自分から見ても驚異的です。彼らが事務所を出たのは、単にアイドルで終わりたくない、夢を叶えたいという強い意志があったからです。 彼らの意思を尊重し、その夢を追い続ける姿勢を支えるのが事務所の役割だと思います。そして、その意思を実現するために新たなステージに挑戦することは、彼らの成長と進化の証です。長年ジャニーズファンとして、時にはダンスや歌を軽視するようなバラエティーアイドルの台頭に失望した時期もありましたが、平野さんたちや滝沢さんがジャニーズのエンターテインメントを愛し、受け継ごうとする姿勢に感銘を受けました。 彼らこそが本家であり、その努力と情熱が評価されるべきだと思います。ジャニー喜多川さんが築き上げたエンターテインメントの価値を否定するのではなく、それを進化させて新たな形で見せることが重要です。今、日本では旧事務所の信者が多く、何があっても対処した人々が悪とされる風潮があります。しかし、事務所を辞めてもなお同じ業界で活躍する彼らを否定するのではなく、 その努力とと成果を認めるべきだと思います彼らが同じ演出を使うのは、過去の経験を生かしつつ、新しい視点で再解釈するためです。例えば、ナンバーアンダーライン愛の3人が見せるパフォーマンスは、驚異的なものであり、その人気と立場をゼロから築き上げる勇気と男気は尊敬に値します。彼らが笑顔を絶やさず、弱音を吐かずに前進する姿に、多くのファンが感動し、応援しています。 三人を批判する声は、彼らの成功に対する嫉妬や恐れから来るものであり、それは無知や偏見に基づくものです。六人で活動した過去があるからこそ、別々の道を歩んでも、全員を応援することが大切です。何も知らない無知な記事が出回ることは怖いですが、ファンとしての信念を持ち、彼らの努力を支持し続けることが重要です。ナンバーアンダーラインイの三人と滝沢さんは、 旧事務所のエンンターテイメントをを世界に持持っってていいいいきたいという強い意志を持っています平野さんもデビュー当初から一貫してそのような目標を掲げており、それが旧事務所でかなわなかったからこそ、現在の飛部で活躍しています。彼らのフライングパフォーマンスを世界の人々に見てもらいたいし、その努力と情熱が評価されることを願っています。批判的なコメントは多くの場合、アンチからのものであり、真のファンの声ではありません。 彼らの挑戦を見守り、応援することが、ファンにとっての喜びであり、彼らの成功への道を開くものです。私は彼らのファンではないですが、やりたいことを披露し、そのために努力する姿勢を評価します。また、トラビスジャパンを比較対象に出すことは避けるべきです。どちらも必死に頑張っているグループであり、ファンとしてはそれぞれの努力を認め、応援することが大切です。 ナンバーアンダーラインアイや平野さんの記事を目にすることが多くなり、人気の裏には多くのアンチが存在することも事実です。しかし、彼らのメンタルが心配ですが、その強さと努力に感動しています。私はかつて K-POP のファンでしたが、徐々にその熱が冷め、3年ぶりに好きになったのがナンバーアンダーラインアイでした。楽曲やパフォーマンス、人柄、トークの面白さなど、すべてが魅力的です。 今までの経験をすべて手放して新たな道を選ぶことは、一般人でもなかなかできることではありません。彼らの勇気と決断を尊重し、その挑戦を応援することが、ファンとしての役割です。彼らの演出は過去の経験を生かしつつ、新しい視点で再解釈されたものであり、それが多くのファンに喜ばれています。